吉田さん、お疲れ様です。まあ、億超えね、1億2億ってね、なんか聞き慣れたような聞き慣れてないような感じしますね。なんかね、私もね、自分で億って金額突破すると、その1億稼いだ2億稼いだっていうのがね、なんか自慢じゃなくて本当にね、良かったねって、できるでしょうねって感じで共感の方が強いですね。でもきっと私が稼げてない時って、1億稼ぎましたとか年収1億ですとかっていうと反感を思ってたかもしれないですね。まあ、当時はあまり何も考えてなかったんですけども、今この年齢で私があまり稼げてなくて年収300万500万ぐらいで、誰かね、あのドリームアカデミアの吉谷拓郎って人がうちの生徒が1億稼いでマクラーレンですとか言ったら、なんでふざけんなよとか思ってたかもしれないですね。だからなんかこう、自分が、まあ、山の上にいるとは言わないですけども、例えば山の上にいるとして、登ろうとしてる人の応援しかしないし、手を引っ張ってあげたいし、登ってきたらよかったねっていい景色だよねっていう風に、なんかその仲間意識が高まるっていうのかな。あの、まあ、全てがね、お金だけで判断するわけじゃないんですけども、ビジネスっていう場に今いて、でそのビジネスのことを私はあの YouTube で放送してるわけですから、今回は億万長者合宿っていうテーマではね。だからここではお金稼いでおめでとうっていうのが一つのポジションなんですよね。だから別のところでは、あのお金だけじゃないよみたいな精神の部屋とかありますんで、そっちの方はね、そうじゃないことをしたりとか、あのどのぐらいあのホームレスっていうのは工夫できているのかとか、幸せを感じれるのかみたいな動画も撮ってますんで、そっちの方はね、多分お金がなくても幸せに生きる方法とか楽しさを感じる方法を山ほど話してるんですよ。まあ、でもある人に言わせれば、この億万長者合宿の私のお金の話をね、聞いてね、久保さんらしくないっていうわけなんですよ。ちょっと待てと。いや、こういう側面でコーナーを作ってるところもあれば、ベタベタの私の2年間のホームレス暮らしね、借金があって当然ですけども、で博多のついたメロンパンを平和公園で拾って食べてたみたいな、これ実際にそうでしたかね、私はね。でファーストフードのゴミステーションの、ね、中からバンスをね、賞味期限ギリギリのバンスを食べたりとか、コンビニの賞味期限ギリのやつをゴミ箱の横にそっと置いてくれておいた、あのコンビニの店長がいるんですけどもね、広島市内に。でそれをホームレスの先輩に、ここはいつもこうやってくれるんでねって、だからこのお弁当を食べた後はきちんとこの周り掃除したり水流しておこうねみたいなね、なんかそんなね、そういう暮らしとかもあるわけですよ。でそれに対して久保さんらしくないって言うのかなってことなんですよ。なんですよね、私らしいっていうのは貧乏であると私らしいのか、それとも金持ちであるのが私らしいのかどっちでもないのが私らしいのか、平均的なのが私らしいのか、結局あのみんなと同じだったら怒られないっていうことなのかなと思っちゃうんですよ。まあまあ いろいろとね、あの吉田さんの話もありますけども、あのこうしてみると稼ぐ人ってたくさんいるなと思うんですよ。例えば車のイベント、この前も行ったんですけども、なんかね、私のナイト2000なんて本当恥ずかしいぐらいに思えるようなね、このボアアップしたものすごいチューンナップカーとかデコレーションカーがバン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 走ってるわけなんですよ。それこそね、ポルシェが10台並んでズズズズズって言って、しかもなんかすごいリムをこのすごくねモンスターにしてあるやつとかで、いやこれ絶対セカンドカーだよなみたいなね、なんか金持ちっていっぱいいるなっていう風に車のイベント行ったら思いますし、かと思ったらね、あの YouTube であるテーマで発信するとやっぱ生活苦しんだとかね、そういう方もいらっしゃって、そういう方のお話も身にしみるし、なんとかできないかなと思って、あのみんなの銀行を進めたりするんですけどもね、まあなんと言いますかね、あの億稼ぐの本当おめでとうございますっていう形ですよ。で私は今稼ぎましたって話聞いたら、本当よかったねって、ね、40代からでもできるよねっていうふうに思うわけですよ。だって仮にね、あの、まあ、そんなことはないと思いますけど、私以外で40代50代で稼げないとしたら、40代で稼げますとか言いにくいですもん。でもこうやってポツ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 稼いでる方が同じ世代で現れたりとかするとね、みんなできるよ、やろうよ、頑張ろうよっていう風な、こういった励ましに変わるんですよね。だから希望ですよね、稼いでる方がある一定の年齢過ぎても出てくるっていうのは、今からでも一花二花咲かせることができるっていう希望ですよね。これからもいろんなことに挑戦しながら、あの今からでもできるんだよと、今までの人生を全部取り戻そうよっ
ていうふうな呼びかけをしていきたいなと思います。はい、では本日は以上です。吉谷さん、お疲れ様です。おやすみなさい。